次は品津川玄也鬼殺隊剣士。ああ、これ全員同じ味方なのね、多分。なんかそんな気する。ああ同じなんだ。あ、鬼殺隊って書いてあるし、ここに、鬼殺隊産屋敷加賀谷ってどんな人よ。産屋敷、どういう人いる。顔面の皮膚が変質いる、その人。おらんね。あ、多分ここには載ってないのかね。うん、ね、これ次、産屋敷天音。あー、さっきの人の奥さんって感じ。いないね。これ、あ、星だ。富岡義勇、水の呼吸を使用する水柱。どんな人？どんな人？あれ義勇、あれ義勇。おっつ、これか？違うね。義勇ってどれ？どれだっけ？さっきちょっといたよね、義勇って人ね。まあいいや、こんな感じ。へえ。古町忍。あ、忍って人いたね。どうだっけ？忍って人。あ、これだっけかな。あ、これだ。この人、忍さん。あ、これ全員チームっぽいね。同じ、鬼殺隊っていうやつなのかね、これ。煉獄教授道。煙柱、炎の呼吸。何々の呼吸ってあるんだね、これ。時藤無一郎。あ、無一郎って言ったよね、さっきね。あの、プッツでね。みんなあるんだ。おお、甘露寺蜜璃。出ました、出ました。恋の呼吸を使用する恋柱。あ、この人恋柱使うのね。姫島行明。あ、さっきの人だ。岩柱。岩の呼吸。イグロオバナイ。あ、蛇の人ね。蛇の呼吸。あ、品津川サネミってのはこれ実夜じゃないんだね。ここにはいないでしょ、多分ね。へー。風の呼吸。胡蝶かなえ。忍さんのお姉さんだったんだね。へー。こんな感じか。ほほほ。ああ、全員チームなのね。同じやつなんだ。ああ、その中でもね、いろいろなんだ。面白いじゃない。ちょっとね、原作でもね、あとで見ましょうか。うん、でもこれ美味しいね。うん、一回とね、そんなに、なんつうの、余ったるくないからね、いいね、これ。うん、でも、量はちょうどこれでいいんじゃない。うん、3種の厳選ミルク素材。なんかここに書いてあるね、一人じゃないだから立ち向かえる、混ざり合って超えてゆけ。これ、この人名言なのかな。いい感じだな、これ。はい、ごちそうさまです。すごい、これ絶品。カフェより飲みやすいっすね。で、あとね、こんだけまだあるんで、まあ、次のね、時行った時に、一服休憩の時にね、飲みたいと思います。オブリガード。